芝居をやっていく中で、あ、この人すげえ侍だなっていうのはすごい自分の中で感じまして、はい。今回自分は初めて企画プロデュースという形で、フィルムメイキングというね、一つの、文化と関わることができました。シンプルに感動しましたね。もちろんまだ公開はできていないですけど、作品を、まあ、ゼロから企画を立てて、本当に素晴らしい出会いに恵まれて、まあ、この仲間たち、このクルーでみんなで作品を作っていって、まあ、その都度ね、脚本が完成した時であったり、撮影がオールアップした時であったり、ね、ポスプロで、作品が完成した時であったり、その都度都度やっぱり新しい形でこのフィルムメイキングっていう文化、アートの形と向き合える、そのフレッシュな感動っていうものをかみしめながら今日今ここにたどり着くことができました。そうですね、 D さんと最初お会いした時にやっぱ企画から支援されて、なんかただならぬ決意と覚悟っていうのをすごい自分の中で感じていまして、まあ、そういった中でこう芝居をやっていく中で、あ、この人すげえ侍だなっていうのはすごい自分の中で感じまして、はい、逆にその侍に負けないよと思って自分もアクションの方に挑まさせていただきました。なんか全てにおいて直球だなっていう、まっすぐっていう、なんか話をさせていただいててもそうだし、役者さんという形で見させていただいててもすごくまっすぐな方で、周りにもすごいまっすぐな感じで気を配られてて、なんか全てにおいてこう自分なんかこう曲がってばっかりなんですけど、ディーンさん見てるとすげえ男だなと思いながら、はい、憧れな目で見させていただきました。